Welcome to Samurai Flag Channel, guys. はい、よろしくお願いします。サムライフラッグのカズです。本日はゲストをお招きしています。カミラと申します。日本は3年前聞いたんですけど、イタリア人です。みんなロシア人と思うんですけど、イタリア人です。日本に来たの時には、あと日本語学科2年ぐらい勉強して、今ファッション科入学しました。カミラさんは日本に来たきっかけは何ですか？子供の頃の時に私がアニメと漫画がとっても好きだって、まあ、ゲームファイナルファンタジーとかいろいろ好きだって20歳のぐらい日本に行きたいと思ってたんですけど、まあ、留学のことがすごいとお金かかりますからずっとできなくて、その間には働きながらあと勉強してイタリアでも専門学校に勉強したんですけど、その専門学校の卒業の後ではあと日本に来ました。とりあえず6ヶ月のつもり勉強のつもりだったんだけど3年になりました。カミラさんは日本に来て何か驚いたこととかってありますか？たくさんあります。全然違うから、ね、もちろんたくさんあります。で、一番驚いてることはあと病院のことです。はい、すごいなんか違いがたくさんあります。日本では健康なんだっけ、保険証ですね。あ、保険証があります。イタリアではあります。だけどちょっといろいろな違いのことがあります。日本では多分いろいろな種類があるかもしれないなんですが、と私は留学生だから 30% の支払いますけど、はい、70% は日本の政府はと私のためが払います。日本では病院とクリニックがあります。イタリアではねクリニックがないと思います。イタリア人は自分の家族の医者がいます。家族の医者っていうのは日本語でかかりつけのお医者さんっていうんですかね。そうです、それです。私の町はミラノに比べてちょっと小さいなんだけど、田舎でお母さんの町、私の家族の住みます、はい、その町では、まあ、医者は5人います。その5人の医者は私の町の全員の人たちがさまざまにと分かれて、私の家族が同じのと医者といます。その医者は行くの時にはお金かからないんです。あ、じゃあ見てもらうのにはただってことですか？そうです。だけど税費の話なんだけど、まあ、日本では8と 10% かもしれませんですね、うん、イタリアではちょっと違いますなんだけど、はい、毎年は税金が支払います、はい、その税金の中では病院のこととかテレビのこととか、はい、まあ、いろいろなことあります。それは洗います。だけど、はい、自分の家族の医者に行くの時にはお金かからないんです。足首の痛かったの時にとか、はい、3週間ずっと痛みがありましたから、その時にはあ、じゃあクリニック行った方がいいかなと思ってて、もっと早く行ってください。そうですね。でもその時には日本に来たばかりですから、あと日本語全然わからなくて、英語できる先生いるかどうかわからなくて、はい、痛みがそんなに痛くなかったなんですけど、ずっとずっとずっと3週間と続んでて、クリニック行きますと思って、日本語の上手の友達と連れて行って、あそこにはすごい優しくて、名前とかどんな病気があるとかといろいろな確認がありますけど、私もなんか漢字が書けなくて、カタカナとひらがなだけできましたなんですけど、これがこの意味があります、これがこの意味、すごいなんか全部説明して、すごいな、そうすごい驚かしたんです。じゃあお医者さん相当優しかったってことですか？めっちゃ優しかったです。あと日本語はあとすごいいろいろな難しいな言葉があったから、英語でも説明してすごいと助かりました。お医者さんの対応についてなんですけど、そのイタリアのお医者さんと日本のお医者さん、なんか違いはありましたか？なんか私の医者さんではそんなに良くなかった。本当にいろいろな病気があったんだけど全然気づけなくて、だからすごい私と私の弟もいろいろな問題がありました。私の医者さんはイタリアで、私が苦しみがあるんですね、痛みがもっと確認してほしかったんです。あ、なるほど。お医者さんはカミラさんどんぐらい痛いのとかって聞いてくださらなかったんですかね？そうです。私があと1回行って2回も行って3回も行って、なんか問題絶対ありますですね。だけど日本ではね、とりあえずと確認して、じゃあこの薬とまあ1週間ぐらいと毎日3回と飲んで、本当にまだと痛みがある場合ともう1回ここは来てください、1週間の間にまだと戻
問題がある場合この電話番号や電話してくださいメールしてくださいと言ってたからすごい良かった。それは本当に良かったです。すごい丁寧ですね。そうですそうです、うん、あの料金についてちょっと聞きたいんですけど、うん、イタリアでは病院に行くのは結構高額なんですか？イタリアではあといろいろな言い方があります。例えばねプライベートとかパブリック公共は安くなるプライベートは高くなるだけど公共はもっと時間かかります。つまりじゃあ公共のとプライベートなのと各家族にお医者さんがついてこの3つがあるってことですか？そうですそうですそうです。プライベートは予約したい場合1ヶ月ぐらいかかるかもしれません。逆には公共だったら1年もかかります。そうだから本当に嘘みたいなんだけど嘘じゃないんです。本当です。予約取る前に治っちゃいません？そうですね。ですよね。ですよね。だからそれはイタリアでは一番悪いです。私の一つのエピソードがすごい面白かったんです。ぜひ。私がすごいたくさんアレルギーを持ってる。なんか食べ物のアレルギーじゃない、肌とか目とかと鼻とかすごいいろいろな問題があるなんだけど、毎年が時々がこのアレルギーのあるのところがちょっと変わります。その時には、肌の上に、英語では When you're like treacle in Japanese は鳥肌？そう、鳥肌！そう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 、その鳥肌みたい、はい、みたいなやつ、なんかここ最初はここあとここと、ここここここと、なんかいろいろな部分出て、だからなんか何これと思ってて、3月がこのなんかアレルギーのことは出て、じゃあちょっと病院に行った方がいいと思ってて、はい、その時には電話して予約は8月の時にはと言ったんだけど、もうそんなになかっただから、あ、じゃあちょっと見てもいい、あ、でもなんか今そんなにアレルギーがないから、本当に医者が何もないけどと言って、本当に5分だけかかった。5分、じゃあこんな感じで使って OK、 じゃあありがとうございます、帰りました。そんな感じなんですねイタリアは。カミラさんがその日本でそのクリニックに行った時の様子をもっと詳しく聞きたいんですけれども、日本でクリニック行った時はどういった時に行かれましたか？ワクチンの受けたの時に、ワクチンが3回目が、4月だった。その時はどうでしたか？あ、すごいよかった。今日は調子はどうですか聞いて、あとでワクチン受けて、15分と20分ぐらいと、その後で調子が大丈夫ですか、なんか痛みがあるとかと聞いて、すごいなんか丁寧、いつもすごい丁寧にやったんですけど、イタリアではねプライベートのクリニックに行っての時にが10時予約したんですけど、だいたい1時間とか1時間半過ごしますから、だいたい医者さんがすごいいつも遅れるそうです。お医者さんが遅れるんですか？私たちじゃないです日本ではどのぐらい待ちましたか？来ての時にが10分の後ですぐやってたんだから、めっちゃ早かったです、カミラさんがその2回目行った時はどういう時ですか？靴がレースがすごいきつかったから、歩きの時にが本当に足首がストレスがあったから。それもクリニックに行かれたんですか？そうです、それもクリニックに行きました。その時はどういった対応をしてくださいましたか？その時にが予約しなかったんですから、ちょっと混んでたなんですけど、それもなんか15分ぐらいと、いつがこの痛みが始まったとか、いろいろなと質問して足首見て、その時にはあ、じゃあこの痛みがあるからとりあえずこの薬はあとあげます、足首のプロテクションももらった、今も持ってる、本当にすごいね、驚きしたんです。今もなんかバレーボールのする時には時々が痛いの時には使います。すごいな、助かります、ね、優しかったんです本当に。あとチームちょっとだけ取りました。別の病気あるかもしれませんから、それも取って、結果は3日間だけかかったんですから、その時には電話してメールも送りましたから、あとすごい良かったです。あとその日本の方が病院は行きやすかったんですか？私にとってそうです。イタリアでは広いな病院に行くの時には予約しなければなりません。日本に来て新しく発症したアレルギーとかってありますか？ちょっとだけ良くなった。私イタリアではね、私の町は花粉とか気温とかとすごい一番悪いイタリアで、面白いなんだけど携帯でも見ることができます。今日がいいです。今日がね、いい天気だからだいたい良くなっちゃったんだけど、あ、いいことですね。そうそうそう、だけど昔がだいたい赤です。
ここが私の町、ここはミラノがあります、はい、イタリアは今オレンジ黄色ぐらいなんだけど、もうイタリアではそういうなんかその空気汚染の割合とかっていうのは見るのは当たり前ですか？そうそうそうです。こんな空気はどうですか？空気がそんなに良くないと聞いたらなんですけどね、私にとってがちょっと良くなっちゃった、これわからないです私にとっては日本の薬はちょっと弱いんです。でも大体外国人がそんな言い方はいいよね。あまり効かないってことですか？何も変わらないヨーロッパで薬がもっと強くなる。私の昔のアレルギーの薬がイタリアから送ってくれたんです。クリニックの行った時にがすごい、なんか看護師さんはどこの行くのかと何がとやるのとかといつも説明して、あ、ここ行ってください、ここ行ってください、これ一緒に本当に連れて行く。イタリアではそんなことはしない、一緒に本当に一緒に一つずつのことがとやりますから、それは本当に助かります。すごい丁寧ですね、本当に、ね、そうそう本当に丁寧。私にとってはね、日本の病院がすごいとっても良かったです。いつもそんなにお金かからないし、私の留学生にとってもなんか政府からあといろいろなお金が出してるんだから、それも助かります。あとすごいクリニックがいつも綺麗だし、医者さんも丁寧のするだし、あと時々も英語でもと話しただから、すごい私にとってが一番良かったです。今までありがとうございます。ありがとうございます、医者さんの、ありがとうございますカミラさんはインスタグラムもやってらっしゃいますよね？そうですモデルのアルバイトもしますから、だいたい最近がそのためだけ使います。そのモデルの仕事と自分の服のためもと使いますぜひ興味ある方は説明欄からチェックしてみてください。お願いしますとよかったら Please subscribe Samurai Flag Channel. Thank you so much. Bye. またね。